はい、こんにちは、夏林です。今回はですね、ギター練習におすすめのアプリ紹介をしていきたいと思います。ギターに関わらずですね、音楽全般で役に立つ音楽系のアプリの紹介です。今までもね、同じテーマで動画は出してるんですけれども、最近出た新しいアプリもありますし、前紹介したやつでもやっぱりすごく便利なので、改めて紹介したいっていうアプリもありますので、ぜひ参考にしてみてください。では実際、アプリのね、画面を出しながら、まあ、使い方とか、特徴なんかを説明していきたいと思います。ではやっていきましょう。今回紹介するアプリでですね、これが一番目玉のアプリなんですけども、コード AI というアプリ。これがですね、めちゃめちゃ優秀なので、このアプリは要するに曲のですね、何のコードを使ってるかっていうのを、なんか AI で今時ですよね、解析してくれるということです。まあ開くとこんな感じになるんですけども、このメディアライブラリっていうところをタップすると、自分の iPhone、まあ、スマートフォンに入っている曲をこう呼び出すことができます。ピッツさんのチェリーとか定番の曲を、まあ、呼び出してみると、まあ、こんな風にですね、こう 20% 60% とか、これで今解析をしてところですね。上の方に波形があって、コードがこうもう解析されちゃってる。で、ここの下の再生ボタンを押すと、まあこういう風にね、再生できる。ちょっと曲はね、著作権の関係で流せませんけど、まあ実際は音が流れてる状態です。AI 解析っていうところで、やっぱりね、精度もね、だいぶ高いという思います。だいぶ高いっていうか、ほぼ当たりだと思ってです、差し支えない。で、今こんな風にこう、波形のね、表示がされてますけれども、ここの上の方の四角4つのところのアイコンタップするとですね、これ小節ごとにこんな風に、再生ができるんですよね。だから今 C を4回弾きますよ、G を4拍弾きますよ、Am 4拍弾きますよ、みたいな感じ。で、こんな風に、あ、ここなんか F と G と2拍ずつのコード展示ですよっていうのが、あ、わかるっていうね。めちゃめちゃこれ優秀じゃない？で、これ C から G 行っての Am、ここサビだな。うん、C、G、F、C っていうことですね。はい、こんな感じでですね、できます。あとね、これすごく便利なのが、例えば、ここの部分で、ループしたいな、ここの部分集中的に練習したいなっていうところ、これで押すとこんな風に色分けしてね、ここの部分だけが表示されます。表示っていうか AB 間ループですね、うん、色で見て分かるので分かりやすいと思うし、でこれを消すのところをねタップすると、これがまた解除されますから、はい。で、下の方にこうやってね、ダイアグラムまで出してくれてるから、すげえ便利だよな。あと、その、ピッチを変えずに、こんな風にゆっくり再生をすることもできる。なるほどね。普通にね、うん、聞き取れる感じの速度では、はい、こんな感じで速度も変えられる。で、さらにすごいところが、YouTube、Spotify、Apple Music、SoundCloud、はい、この音源も解析できちゃうんですよ。今ちょっとね、ちらっと出てますが、こんな感じでですね、これを処理するをタップすると、はい、あれ落ちたんだけど、マジか、ちょっと待ってね、まあこんなこともあるでしょう。処理する、はい、こんな感じで、出てきてしまうんですよ。すごくないですか。今だとそのアーティストが公式で出してる音源もいっぱいありますから、これを解析させてあげることで、もう、弾けなかった曲が弾けるようになるということで、めちゃめちゃ素晴らしいアプリだと思います。絶対音感でのコードを表示してくれてるんですよ。ゆずさんの夏色なんかを入れると、そのままだと、こんな風に E フラットだかね、A フラットだか、これは弾けないぞっていう風になるんですね。そうするとこのカポっていうのを、
タップすれば弾きやすいコードにも変換してくれるっていう感じです。どのカポ1にすればいいかわからないっていうことも結構あります。そういう時はもうとりあえずね、ここら辺をこうね、2、3とか4とか5とかやってみて、あ、このコードであれば弾けそうだなっていうところに自分で設定してもらえればいい。こう、あ、お、お、これならね、できるじゃんって。もう見てわかりますよね。CG、Am とか F とかね。で、これが便利なのはね、カポマイナスもね、ちゃんと表示してくれるんですよね。実際マイナスっていうのは半音ダウンの状態になってますので、だからこれで弾きやすいとなれば、やっぱり半音ダウンチューニングで弾けるっていうことなんですよね。で、カポ2だと全音ダウンになるんだけど、まあなかなか全音ダウンもね、やることはあんまりないと思うので、だから実質的にギターで弾く場合は、マイナス1から、まあそうですね、6、カポ5から6ぐらいまでの範囲の中で、これなら弾けそうだなっていうところを見つけて、カポをそこにはめて演奏すれば、簡単にこう演奏できると思います。下の方の表示コードで、こんな風にですね、いろんなコードを、ダイアグラムをね、表示してくれる。で、しかもこれ、タップすると、音を鳴らしてくれる。で、さらにこれの別バージョン、いろんなダイアグラムの形があるんだけど、これだとハイコードですね、5フレット目バレーの。こんな感じでそのバリエーションもね、いろいろ表示してくれるわけですよ。で、例えば、そうですね、 Cマイナーは分かんないなとなったら、ここにワードを入れてればね、こんな感じで探してくれるので、なかなか使わないコードもいっぱい出てきてるけど、まあまあまあ、こんな感じでね、あのコードなんだっけなっていうのが、すぐわかるっていう風になってますので、あのコード解析がね、 YouTube の音源までできてしまう、解析自体もすごくこう精度が高いということなので、これはね、音楽家が裸足で逃げ出す感じですね。楽譜が売れなくなるぞっていう、感じのアプリですので、ぜひぜひ使ってみてください。便利なものは使いましょう。無料で使えます。2個目のアプリはですね、チューニングアプリを紹介していきます。僕がいつも使ってんのがですね、このチューナーライトっていうアプリです。で、これ立ち上げるとこんな画面ですけど、この音差のマークを、出すと、この光ってる時にこの音を、感知してくれます。で、こっちを押すとですね、まあ、基準音の A を、出してくれます。一応キャリブレーションなんかもね、その元となる周波数440に合わせるのが大体普通なんですけど、そこもちゃんと調整できますので、まあ基本的な使い方はちゃんと網羅しています。このアプリのいいところは、なんかね、音がいいんですよ。あと本当の純粋なクロマチック半音階での、チューナーですので、カポ1がずれても、まあ、チューニングしやすいっていうことですよね。これで合わせた音が僕は好きなので、そういうところでの、おすすめもあります。 Android ではちょっと、ないみたいなので、ちょっと iPhone 限定になってしまうんですけれども、 Android の方一応ね、このギターチューナーで、一応チューニングアプリとしてはシェアナンバーワンということですけど、僕正直ね、これあんまり使わないんですよね。なぜかというと、これ半音ダウンとかにできないんですよね。無料分では普通のチューニングにしか対応できてないので、僕はあんまりおすすめしないですね。まあ、ただ使ってて分かりやすいっていうのはありますけれども、あの音がねあったらピコンピコンって言ってくれるのでね、こんな風に、まあ、確かに、使いやすいかもしれないけど、まあ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 、チューニングに慣れてくるとちょっとこれでは物足りなくなってしまう。なのでこっちの方を僕はおすすめしておきますが、チューニングアプリによって音がね若干違うんですよね。さっきギターチューナーで合わせた E
これがジャストかな、一応。これでこっちで合ったとなると、こっちだとねちょっとずれるんですよ。ほら、僕はチューナーライトで合わせた音の方が好きなので、うん、いつもこれ使ってます。で、今回、今まで紹介しなかったアプリでですね、フェンダーのギターチューナーっていうのがあります。で、これもね、すごくいいアプリです。なんか2つのアプリのいいとこ取りみたいな感じなんですよね。チューナーライトだと、音楽を詳しい人なら、この表示でだいたい意味はわかるんだけど、この音は何弦に合わせていいんだろうっていうのが、まあ、わかりづらいっちゃわかりづらい。そういう時のために、こちらのですね、フェンダーのチューナーの方だと、そこがわかりやすいんですよね。まあ、こんな感じで。まあ、絵で、はい、絵と音で合わせて。上げろ下げろってちゃんとやっぱ教えてくれるのは親切ですね。はい。で、これ下の方よくよく見ると、こんな風にここをタップすると、その音も基準音も出してくれるんですよね。で、さらにさらにギターチューナーではちょっと半音ダウンができなかったんだけれども、これはですね、いろんなチューニングが無料で、例えばこれがハーフステップダウンが、まあ半音ダウンっていうことですけど、こんな感じでね、半音ダウンとかも設定ができる。まあ、オープンチューニングなかなか使わないですけれども、うん、こんな風にいろんなドロップ D とかね、いろんな変則的なチューニングにもちゃんと対応してる。しかもそれが無料で使えるっていうところで、こういう風に音も出せる、上げていいか下げていいかも分かるっていうね。これは一応なんだよね、音が出るだけかな、この。うん。まあ忘れたときは、うん、このモードもあるけど、うん、あんまり使わないかな。一応ベースとかウクレレとかももちろんありますけどね。うん。まあ、エレキギターで鳴らすことも。まあできますけれども。まあ、僕はアコギ派なので、うん、こんな感じ、うん。このマニュアルチューナーは特に使わないかな。まあ、このオートチューナーっていう一番ボタンの大きいところ、うん、これだけでさっきと同じようなことがベースもできますし、すごく便利だと思います。わかりやすさもあり、まあ、見やすさもあり、フェンダーのこの、うん、マークが出てるだけでも結構ね、かっこいい。見た目的にもかっこいいかなと思いますので。はい。ぜひぜひ使ってみてください。耳コピ支援ということで、オーディポっていうこのアプリもですね、すごくおすすめしております。これだとちょっとね、スマホの中に入ってる曲しか選べない。コード AI みたいに YouTube 上の音楽が流せるとか、そういう機能はないんだけれども、これは、曲をこんな風に線で表示してくれて、その箇所にね、簡単にこうジャンプできるし、例えばここら辺を、ここの三角のプラスマークをですね、タップすると、こう曲の箇所箇所で、マーキングできます。で、さらにここをね、繰り返し練習したいなっていう時は、
ここのボタンを押すとこんな風に AB 間リピートをしてくれる。好きな箇所を好きなところにマーキングしてそこをね繰り返し練習できたりもする。うん、すごく便利なアプリですね。僕はこれを、使って耳コピーすることがすごく多いです。はい、あと一応ね、まあ速度も変えることができる。若干ちょっとね、ホットは良くないので、こんな感じで。あまり、その、うん、音質的なことは、この速度に関してはね、あまり期待しないでいただきたいんですけれども、曲全体を見渡せるということと、こう簡単にその箇所にジャンプできるっていうのがすごくいいところ。例えばさっきのやつだと、まあこんな風にこうわざわざ全部こうスクロールしてあげないと、あれじゃあどこだっけなっていう風にね、やっぱ分かりづらいですよね。こうやってスクロールしながらで曲を弾きながらだとね、なかなか分かりづらいところがあるんだけれども、これだともう1画面の中でも表示ができるっていうところがめちゃめちゃ優秀だと思います。うん、でここを押せば、うん、曲の頭にすぐ、うん、戻ることもできて、でまた再生可能っていうところでね、うん、スマホに曲を入れてる必要があるんだけれども、それがもしできてれば、すごく便利なアプリだと思います。あとですね、このテンポっていうメトロノームのアプリがすごく優秀なのでお伝えしておきます。これも今までも、紹介したことありますね。1 2 3 4。まあまあまあこんな感じでね、オーソドックスに、メトロノームとして使えます。でここをプラスをタップするともちろん早くなって、マイナスをタップすると遅くなる。で今こんな風にこうトラッカーっていうところで、小節数何小節弾いたかをこうカウントしてくれる機能もあります。まあこれオフにもできますけれども、今はちょっとね表示してます。例えばですけれども、まあ今日は例えば100小節練習したとかね、今日は気分が乗って1000小節練習しちゃったぜ、あ頑張ったな今日っていうのが数字で見てわかるっていうのはね、気分が乗る感じになると思います。でここのくるっていうのを押すと、まあ、ゼロに戻るっていう感じですね。ここのですね、光ってるところをタップするとアクセントの音を変えれます。2種類変えれる。これだとノーアクセントですね。でこれ抜くこともできる。抜くのはあんまり使わないかな。よっぽどこうリズム感の、トレーニングしたい人は使ってもいいだろうけど、でアクセントを音を選べるっていうのは、まあいろいろ組み合わせて音を作れるんですよね。うん、そこが優秀。まあ本来だと、まあ、こんな感じでね、のアクセントでやってみたり、まあ、同じ音でこの音の方がいいなっていう時は、うん、こういうふうにね音を選べることもできるっていうのはかなり優秀だと思いますね。でさらに今ちょっと待ってね、オーソドックスに戻しますけれども、これの音も実は変えれます。今アナログなんですけど、まあ、こんな音とかデジタルも結構いいね。これはあんま聞き取りづらいかな。まあ、大体アナログか、うん、デジタルか、うん、これも結構なんか逆に無機質さが良かったりもするんですけどね。まあまあまあこんな感じでね、大体アナログで使うかな。うん、そのここで振り子っていうのもありますね。あなるほどね、両方選べるわけか。振り子だけだとちょっと厳しいね。複合することもできるわけだね。わお、なるほどね、ちょっといらないかなこれは全ビート点滅、これはやめとこう目悪くする。うん、まあ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 、うん、こういうのがありますね。はい、小さな振り子をしよう。ああ、なるほどね、うんうんうん、いろんな、うん、機能がありますね。弾むスイング、
まあ、わからなくはないけど、特に使わないかな。あと、これの便利なところが、このタップっていうところを、やるとですね、タップテンポってやつで、その曲を聴きながらですね、ポンポン、その曲を、に合わせて、ポン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 って、こう、曲に合わせてポンポンポンってやると、その曲のテンポがどれくらいかっていうのがわかるわけなんですよ。まあ、若干自分でこうタップテンポするので、若干ずれるところはあるかもしれないけど、まあ、大体のね、テンポがわかるので、これもね、あ、この曲はこれぐらいの速さなんだなっていう時、そういうのを調べたい時は、このタップテンポ機能っていうのがすごく便利です。まあ、こんな風にね、3拍子なんかも、ピッポッポ、まあ、こんな感じで、いろんな拍にも対応してますので、すごく、やっぱり基本的な機能は網羅してるというところと、見て触っても使い方が簡単にわかるっていうところがすごくいいところだと思います。あとはですね、やっぱりこう音楽系のアプリということで、まあ、定番のね、やっぱピアノアプリっていうのが入れとくとですね、何かと便利です。まあ、ギターやっててね、ピアノって 実際どうなのっていう話なんですけれども、でもやっぱ音楽やってる上で、ここのメロディーどうなってんのかなとか、曲のキーをね、こう見つけるときに、ピアノの方が分かりやすいところがあるので、何かしら、まあ、このアプリに限らず、何かしらピアノアプリは入れといていいのかなと思います。僕が使ってるこのアプリだとですね、ピアノの他にもいろんな音が、これはハープ、出せるんですよね。これはギター、一応アコギの感じなのかな、マリンバ、まあ、こんな感じ。エレキベース。エレキベース。もうちょっと弾く。まあ、こんな感じ。ベースも出せるっていうのは結構便利だね。ベースラインを探るとき便利かも。あと、これは何て読むか知らないけど。まあ、なんか中国の楽器なのか。そんな感じです。あとね、これが便利なのがですね、この今、拡大するっていう風になって、ノーマル、細い、狭いか。狭いっていうのをやると、その一つの画面の中で、どれぐらいの鍵盤を表示できるかが調整できるんですよね。一応、ここの上のところをこうスライドすると、オクターブのね、全部をね、さすがに、表示はできないんだけど、こんな風に、オクターブを調整できます。だいたい、まあ、C4 から始めるのが、ちょっとピアノに戻そうか。C4 ぐらいがだいたい標準のキーなんですけれども。だから、これをね、ちょっと、細いやつだと演奏しづらいなというときは、今これ iPhone の Pro Max で表示してるとこれぐらいなんですけど、他の iPhone でどれくらいまでオクターブ表示できるかちょっとわかりませんが、これだと、まあ、2オクターブちょうどギリギリって感じですね。2オクターブジャスト。ノーマルだと、2オクターブと気持ちちょっとって感じですね。だいたいこれだとね、歌系だとこれで全部いけたりするんですよね。この表示だけで。でもちょっと演奏しづらいなと思ったら、拡大表示の方が、指での 演奏になってしまうので、まあ、こんな感じでやれるかなと思います。この狭いもね、ちゃんとやっぱり音域広く表示できるのやっぱ便利ですね。あとですね、まあ、ピアノっていうことでもないんですけど、このね、キーリンバっていうやつ、こういうアプリもあります。これはカリンバってやつですね。あ、これキーが違うね。今ちょっと D で、やってましたけど、これチューニング、そのカリンバって実際チューニングできない。キーがね、固定になるんだけど、
まあこんな感じでね、いろんなキーにも対応できるっていうのは結構便利だと思う。なんか可愛い音するしね。このニコちゃんマークも可愛いし。まあ、こんな感じの音も出せます。で、ここのね、丸いところをタップすると、これ、録音モードになります。で、これを押すと、再生が始まる。で、これは、保存をすると、音だけなんですけれども、うん、音だけ保存が可能です。まあ、実際音だけなので、うん、なんだろう、この画面ごと表示させたいとなると、まあ、こっちの、なんだ、録音、画面収録でやった方がいいんでしょうけれどもね。うん、だいぶ可愛いアプリなので、これはね、もちろん音的な癒しもあるし、アプリのこの可愛さもあるし、うん、すごくいい感じで使えると思います。まあこういうのはさ、まあ遊びっていうところもあるし、何かしらこう、僕もやりましたけども、弾き語りのところに、ちょっとこう、音をプラスしたいみたいな感じで、まあちょっとね、画像編集ソフトでこう合わせなきゃなんないとか、そういう手間はあるかもしれませんけど、こういうのも、うん、使ってみても面白いのかな。そういう音をプラスしてもね、面白いのかなと思います。はい。まあ、例えば相方がいるとか、いうのであればギターとこの音を合わせながらこう、ね、演奏するっていうのも、うん、ありでしょうし、うん、なんかリバーブなんかもつけれるらしい。なんかだいぶ癒しな感じがしますけどもね、はい、結構おすすめです。はい、一応最後にですね、これは無理におすすめしてるわけでもないんですけれども、この LINE ライブとかこのツイキャスっていうね、要するに生配信系のアプリですね、これをこうギター練習に活用してほしいなっていうのは、やっぱり一人で練習しててもつまらないわけで、もしかして誰か見てるかもしれないっていうその環境の中で練習するとですね、やっぱねちょっと練習の気持ちが変わるんですよね。こういうアプリだとなんか今何人見てるかっていうのが数字で分かったりしますから、それが一人だったとしても、おやっぱ誰か聞いてるとしたらね、間違った演奏はできないなというふうにこう気合が入りますですし、人が集まってくれば来るほどちゃんとやんなきゃならないねとも思うでしょうし、ただ一人で練習しててもどうしてもこう手応えがないとかつまらない時に、下手くそでもいいから自分の演奏っていうか練習をですね、こう配信してしまう。で、今これラジオモードになってますね。カメラモードだと、こんな感じで、まあ、顔出しもできますけれども、それが恥ずかしい場合は、はい、ラジオモードで、画面を出さずにも、音だけで配信もできたりしますから、ただただ一人でやってるよりは、身のある練習ができるし、なんかモチベーションとして気分が変わる練習ができると思います。はい、そんな感じで、紹介してみました。まあ、いろいろね、この他にも音楽系のアプリっていうのはあるんでしょうけれども、もしこういうアプリがあるよっていうのがあれば、ぜひコメント欄でもね、教えてほしいなと思います。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。夏林でした。バイバイ。